私と同期の西田くんは、私と藤森が結婚することになったんだ。え、だって相手部長だし、バレたらいかんの終わりじゃん。西田はさ、私と離れられんの？私は西田とのセックス好きだから、これからもしたいな。私たちは3つのルールを守る。